南極半島地図、オスカー2世コーストの南部にジェイソン・ペンが示されている。ジェイソン半島は南極半島東岸、オスカル二世コーストにある半島。クレアムランドの東岸から東のウェッテル海に突き出した大きな半島である。雪に覆われた峰々からなり、ラーセン棚氷の中にそびえる。メディアド・オーム山の東側にある地況から 67km に渡り伸びており、 先端は、フラムネス・岬である。南極半島東岸に広がるラーセンタナゴー氷は、北から A、B、C の3つに区分されるが、ジェイソン半島は、ラーセン B ー氷と C ー氷を分けている。半島北側のラーセン B ー氷は、2002年に大規模な崩壊を起こした。この地形は1893年12月1日、ノルウェーの探検家。 カール・アントン・ラーセンによって海側から発見された。ラーセンは彼の船にちなみ、高い峰の一つにジェイソン・ヤマと名付けた。しかしラーセンがこの峰を観測した地点は遠く、詳細な地図は作れなかった。1902年、オットー・ノルデン・ショルド率いるスウェーデン南極探検隊がボーチグロビンクヌナタックからこの区域を観察し、ラルセンの実と峰が、 今度から切り離されていることを報告した。ダーセンの発見以後、この地域はジェイソン島と呼ばれていた。1955年、フォークランド諸島俗領調査所は、この地形を大きな半島と断定した。ありがとうございます。